最近、雨ばかりで、嫌になっちゃうね。その上さらに、超大型台風が近づいてきてるらしいんだぜ。皆さんも、被害が出ないように、準備はしっかりとしておいてくださいね。準備ができたら、マリオメーカーのコース作って、ウプ主まで送ってくださいね。イラストやコメントなんかも大歓迎ですよ。それでは、今日も始めていくんだぜ。皆さん、こんにちは、こんばんは、くるくるくるです。マリオメーカー、今日も早速遊んでいきましょう。今日最初のコースはこちら。E2 ランキング難しい国内から火葬場カニパンさんのコース遊ばせていただきましょう。クリア率は 6.96 約7。ベストクリアタイム1分22秒。目標は3分以内でのクリアかな。頑張ってやっていきましょう。上の飛んでる羽がめっちゃくちゃ気になるけど、あれは届かないよね。キノコゲットだぜ。これは中にも入れない。あの矢印はパックンが出てきますよっていうことだね。2つある矢印はパックンが飛び出てくると。優しいね、このコース。どっか入れたりしないのかな。きっとどっか入れるんだとは思うんだけど、まあいいか。このまま元気に進んでいくよ。このカロンさんがところどころいるのはなんでなんだろうと。上に飛び上がってる時にこっち、はい。こっちの上には、行けそうで行けなさそうかな。左に進んでいこう。カロン組んで、いいね、これ。下がちゃんとお花で、なんて言うんだろう、背景こだわってる感じがするのがとってもいいですよね。ここは上に飛び上がってる時に行っちゃいますか。これ、あ、当たっちゃった。でもきっとこの辺にキノコがあると予想。ほらね。これ、チビマリオだっても、左にはいけないか。どっかにパワーブロックか何かあるのかな。音楽と背景、グラフィックと合わさって遊んでてすごく楽しいコースですよ、これ。やっぱりね、マリオメーカーっていうのは難易度だけが全てではないんですよ。ほい、この辺、わーい。ここの音符には何にもないか。カロンさん、気をつけて。ここだ。ほいほいほい。ファイヤー、ファイヤー。この出てくるやつ倒しておきたいな。ほい。あっちは倒せなかったか。まあいいか。片っぽ倒しておけばなんとかなるでしょう。やったね。実況者の味方、中間ポイント。超嬉しいんだよね、これがあるとね。あれがあるかないかでね、そのコースの評価が5点ぐらいは変わりますからね。ほい。これは、あ、やばい。下手に倒しちゃうと、挟まれて潰れる。だから下手に倒さない。ちゃんと綺麗に倒す。そうすれば何の問題もなし。どっちかがファイヤーフラワーで、どっかにはパックンが入ってるっていう繰り返しなのかな。このハテナブロックの中身は。はい。なんか音が鳴ってる。何の音だ？完成度めちゃくちゃ高いですね、このコース。倒せたよ、倒せたよ。倒せたよ。はい。今度はこっち。何の音なのかがすごい気になるんだけど、特に演奏してるわけではなさそうかな。ほい。ファイヤー。今度はファイヤーだけだった。危ない危ない危ない。今結構ギリギリ当たるかもしんないところで当たんない。さすがくるくるくる。スタンダードコースでこれだけ面白いコースっていうのはなかなかないんじゃないでしょう。あ、チビマリオじゃないと進めないのかーい。畜生めい。ここで、キノコ。これは乗っていく？乗っていくんだね。とりあえずこっちに移動して、からの、ほい、あ、ゴリゴリ、ゴリゴリってね。ここは、あ、パックンの上にメットが乗ってるんだ。ちっちゃくてよく見えないけど、この辺、よーし。キノコの数がちょっと少ないのが、悔しい。この辺、よし、あぶりー。この辺、オッケー。うまーく乗れたね。あのキノコを取って次に飛び移っていきたい。あー、失敗したー。今度はね、ファイヤーになってたキノコマリオの状態でここまで来てると、キノコマリオっていう言い方変か。大きなマリオのまま来てると、ちゃんとファイヤーに変わるみたい。そういう優しさが大事なんだよ。わかるかな？はーい。この先は一体何が待っている？もうそろそろゴールじゃないかなとも思うけど、刺していけるよね、これね。ほい。ほい。ほい。おーい。危ない。あ、でも最後はメッといったか。ここでまたチビマリオ、ファイヤーのまま来ちゃったけど、いや、ここはダメージ食らっていった方が良さそうだ。素直に食らっていきましょう。もう一回、もう一回。プリーズマンモアダメージ。ド M マリオ。ファイヤーどこ行くの？行くよ。これでゴールだね。何にも、あ、落ちちゃった。3、2、1、くれ。最後。このスロットもファイヤー出せたね。最高です。お次のコースはこちら。このコースで疲れるか疲れないかはあなた次第です。ヒーローさんでいいのかな？ベストクリアタイム17秒。クリア率は 14%。疲れずにクリアできるかな？くるくるくるさん疲れやすいからね。はいやー。これは多分これじゃダメなんだろうな。ファイヤーの連射で倒していかないとダメなんだろうな。このコース疲れそう。しかも最後までもいけないんかーい。あ、わかったぞ。このコース、ファイヤー取った後、こうやって進んでいけばいいじゃん。別にファイヤーで倒してやる必要全くないじゃん。ねえ、今ダメージ食らっちゃったけど、この方が簡単じゃないですか？なんで今まで、あお。お、わざわざ前まで、急いで進んでいく必要はない。画面の左側でもクリボーを倒すだけだったら何の問題もない。疲れずにクリアー。できるね。よーし、てっぺん捕まるよ。せーの、クレー。ヨッシーを乗り捨てしないで1-1をゴールして、ピーチより、マリオ3の砦を、砦じゃないか、飛行船をクリアした後のピーチからの手紙っぽい。ヨッシーさん、いたいたいた。ヨッシーを乗り捨てしないでクリアして、ヨッシーを乗り捨てしないでクリアするためにはどうすればいいんだ。これは初代1-1のオマージュだね。よいしょ。とりあえずこのファイヤー食べたまんま進んでいきましょうか。何があるかわからないし、ダッシュができないのが辛いところだけど、乗り捨てはしない。はい。このままじゃあ進んでいきましょうか。中間ポイントゲットだぜと。まだ口の中にファイヤーを含んでいるんで、安心して進んでいきます。これ2枚目のピンクコインでいいよね。どっか取り逃したりはしてないかな。ほい、上にピンクコイン発見。3枚目。なんだ、どんどんクッパの炎とか飛んでくるんじゃん。じゃあずっと口の中に加えてる必要性はなかったか。よいしょ。やばいやばいやばい。よしー。乗り捨てしないで。よし、まさかさっきヨッシーに乗り捨てをされるとは思わなかったよ。これでゴールだと思うんだけど、こっちか。こっちだ。乗り捨てだから怒られた。乗り捨てウェイ。鍵発見、鍵発見。あ、何このヨッシー、なんかたたられる。ゴールゴールだと言ってくれい。あ、こんなところに土管が横にある。入れない、入れない、入れないんかーい。土管重なってんのに。大丈夫大丈夫。よし、乗り捨てないでいくよ。どっかから飛んできてるクリボーの砲弾使って、こうやっていけば届くんじゃないの？届かないんかーい！グッバイ、ヨッシー。バイバイ。今日のラストはこちら。E2 ランキング国内難しい第1位。広くて怖いお化け屋敷2フレイムさん。ベストクリアタイムは2分1秒約2分。クリア率は 8%。今日面白いコースばっかり当たってすっごい楽しいですよ。マリオメーカーやっていて。怖い怖いお化け屋敷。なんか、あれ、ヨッシーアイランドっぽいタイトルですね、コースの名前が。ヨッシーアイランドのコースって、そういうタイトルが多くなかったですか？そんな気がするんだけど。ミッチー倒して、上を調べていきたいんだけど、乗れるかな？やっぱりね、ここ怪しいと思ったんだ。どんどん登って、そこのコインの間に何かある？1アップなんかいらないよ。ダメージ食らっちゃったじゃないか、チクショーめ。下大丈夫だっけ？怖いお化け屋敷。ほい。進めたー。キノコゲットだぜ。ちゃんとこういう優しさはあるね。お化け屋敷って言っても、やっぱりヒントはないと困るんだよね。ちゃんと、マリオワールドとか、そういったお化け屋敷にはヒントある場所が多かったですからね。全部とは言わないけど、ここダメージ食らってゴリゴリで行くか、素直に行くか、人によって分かれそうだけど、くるくるくるさんはビビリなので、できるだけダメージを食らわないように進んでいきたいと思います。待ち時間がなんとも鬱陶しい。イエーイヘイ。なんかイライラするからやっぱりゴリゴリしましょうか。やっぱりファイヤーせっかくあるんだし、この状態はできるだけ維持していこう。B スイッチか。 B スイッチを押したらダッシュダッシュ。なんだよ、これだけかよ。時間がもったいない。さて、ここはくるくるくるさんの小物で間を戻さないといけない。よっしゃー、コインゲットだぜ、やったぜ。まるよし、乗れたー。せっかくさっきいい状態でここまで来られてたのにね、あんなもったいないやられ方するなんて。これテレサ当たるかな？キノコをゲットだぜと。こっちはただのコイン。ほい。あ、やばい。どっか入れるんじゃないのとか思ったけど。いや、うまく入れなかったから、このまま進んでいこうかな。カロンをふみふみして、砲弾を一つずつ渡っていきます。しょい。ここにまたキノコあるんじゃないかと思ったら違うのかよ。羽根付きテレサかよ。これは完全に騙された。今までのパターンからだと絶対あると思ったん。ちくしょうめーボス。ファイヤーとデッテューゲットだぜ。さっき乗り捨てちゃったからな。爆破させてピンクコインを全部ゲットすればいいのかな。よし、1枚目ゲット。この出てるバーナーをうまく吸い込んでいかないと時間がもったいない。結構かかっちゃいそうだ。この飛んでるテレサに要注意やでと。了解。 OK、 分かりました。でも1匹くらいしかいないのかな。だったら大丈夫でしょうね。あおーでっていうどこ行くの。1匹じゃないのね。いっぱい出てくるのね、時間経過によって。ちくしょうでっていう。あ、こっちおいで、こっち向いて。よし、どこ行くの。カムホームってなんか変だ。よし。あ、怖い。あ、うそー。ちくしょう、難しいじゃん結構。やべえ、ヨッシーがいなくなっちゃった。ここでテレスが出てこられたら終わる。あとは入るだけなんだけど、入りたい、入りたい。リベニージャンプでは飛び乗れない。テレサいないね。テレサいないけどうまく飛び乗れない。ヨッシー、グッバイ。また乗りして、君のことは忘れないよ。今度こそ普通にゴールだよね。よーし、いやー、今回もいいコースばっかりだった。最後この、孔明さんで落とされたところはちょっとムカッとしたけど、広くて怖いお化け屋敷2フレームさん、ありがとうございました。さて、それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカー実況でお会いいたしましょう。チャンネル登録まだお済みじゃない方、よろしければチャンネル登録していってくださいね。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。